さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。ユキです。アニメイトジェフがステーブルディフュージョンで使えるようになって、 AI アニメーションが少しブームになっていると思います。今日もまた AI アニメーションの話になります。またですか？どうしてもお伝えしたいことができてしまいましたので、本日はフレーム感を AI 技術で保管することについて考えていこうと思います。アニメイトジェフの初期設定は 8fps、 つまり1秒間に8枚の画像を作るという設定になっています。1枚ずつ画像を生成することが必要なので、ある程度長い動画を作ろうと思うと 8fps ぐらいにしておかなければ、とてもたくさんの画像を生成しなければいけないことになります。滑らかな動きを作ろうと思うと 25fps や 30fps が必要だと考えられています。ゲームではさらに滑らかに動くように 60fps が使われているようです。アニメ系の動画であれば 8fps でもある程度滑らかな動きとして認識されますが、リアル系であればやはりカクカクしてしまいます。当然アニメ系でもできるだけヌルヌル動かしたいですよね。動かしたい。そこで本日はもともと 8fps の画像を AI で保管して滑らかな動きにする方法について考えていきたいと思います。かなりすごいことに気づいてしまったので、それについては番組の最後でお話ししますね。最近最後まで見させる方法を使っていて、ちょっといやらしいですね。どんな番組でもやっていますよ。そうだけどね。ちなみにフレーム感の補完として思いつくのはエブシンスユーティリティだけど、何が違うの？エブシンスはムービートゥームービー変換をするときに、すべての画像を変換するのは大変なので、その中から複数枚ピックアップして変換を行い、その後で変換しなかった分を AI で補うというものです。つまり元画像のフレーム数を変えていません。元々の 8fps の画像を例えば4倍の 32fps に増やすことはできませんよ。同じ画像を3枚にして 8fps を 24fps にしてからエブシンスで保管する試みもしてみましたが、結局元画像のマスクを使っているので動きと動きの間の画像を作ってくれるわけではありませんでしたよ。詳しくはこの動画で徹底検証しているので見てみてくださいね。ちょっと前置きが長くなりましたが、本題に入りましょう。本日は2つの AI によるフレーム補完を紹介します。1つはフローフレームズビデオインターポレーターというアプリケーションです。そしてもう1つはアニメイトジェフの機能として追加されているデフォラムですね。これはどちらも無料で使えるアプリケーションですよ。フローフレームズビデオインターポレーターから見ていきましょう。使い方としてはローカル環境にダウンロードしてご自身のパソコンで使っていくという方法ですので、パソコンにはある程度の GPU が必要ということになります。おそらく NVIDIA の GPU 推奨だと思います。私の RTX 3060ラップトップでも十分に動きましたよ。使ってみましたが、アニメーションのフレーム補完という意味ではかなり優れていましたので、その使い方を紹介していきます。まずダウンロードですが、フローフレームズビデオインターポレーターのダウンロードサイトに入ります。 URL は概要欄です。このような画面になりますが、水色のダウンロードNowのボタンでダウンロードできます。ボタンをクリックすると5ドルの寄付を求められるのですが、今回は上のノーサンクス、Just take me to the download をクリックして寄付なしでダウンロードさせてもらいますね。ページが変わってこの赤いボタンでダウンロードできます。クリックするとダウンロードが始まります。その後に新しいウィンドウが出てスタートの文字が大きく出ますが、これは別のソフトウェアだと思いますので無視しましょう。ダウンロードが終了するとダウンロードフォルダにインストーラーが入っています。こんな形のアイコンですね。インストーラーをダブルクリックしてインストールしましょう。いろいろ選択するところがありますが、ずっとネクストをクリックしていけば良いです。そうするとインストールが始まります。このインストールにはかなり時間がかかります。20分から30分ぐらいかかるかもしれません。私は最初のインストールの途中で一度エラーが出てしまったのですが、一度終了して再度やり直したらインストールができました。インストールが完了するとこのような画面が出てくると思います。 NEXT をクリックすると警告が出ますが、そのまま OK で進みます。
次にこのような画面が出て、何かをダウンロードしていますので待ちます。1分ぐらいすると準備が整って、左下にインターポレーションのボタンが出現します。ウェルカムのページでは最新のバージョン 1.4 の紹介があります。右下にはこのソフトはバージョン 1.36 ですと書いてあります。パトロンになって毎月4ユーロ支払うと最新バージョンが使えるようです。今は1ユーロ何円でしょうか。うん、知らない。アプリに戻りましょう。左上のインターポレーションをクリックして、インターポレーションのタブを開きましょう。インターポレーションは英語で補完という意味です。まず補完に使う AI ですが、5種類の AI モデルがあります。まず最初に一番上のものを使っていきましょう。補完したい画像を選択します。このボタンでフォルダから画像を選択しても良いですし、画像をこのウィンドウの中にドラッグ&ドロップしても良いです。画像が読み込まれると自動的にその動画のフレーム数と1秒間のフレーム枚数である FPS が計算されます。出力は同じフォルダが自動的に選択されますが、変更することもできます。その下にフレームを何倍に増やすかを選択するところがあります。今回は4倍の 32fps を選択します。速度に関しては変更しなければノーマルスピードで良いと思います。コマ数を増やした分スロー再生をすることもできます。その下の AI の選択に関しては一番下の最新のものを選べば良いと思います。その他のものは試していません。これで左下のインターポレートを選択するとフレームの保管が始まります。今回はこのダンスをしている女の子の画像を使いましょう。プロンプトトラベルでこのようなプロンプトを書いて20秒の動画を作成しています。プロンプトトラベルを使って手や足を大きく動かすように工夫をしています。ちょっとスカートが短すぎたのでゆきちゃんで隠しています。ちょっと私を使わないでよ。ちょうど良かったもので、この動画は 512×512 の画像をハイレゾフィックスで 1.5 倍アップスケールをしています。今回はフレーム保管の様子がよくわかるようにエブシンスを使ったアップスケールなどをしていませんので、画像の粗さは気になりますが、このまま見ていきましょう。また A ディテイラーも使用していないので若干顔は美しくないですね。 A ディテイラーはとても優れていますが、アニメーションにした時の連続性が損なわれる原因になりやすいですね。そうですね。アニメーションにした後に画像1枚ずつを別々に書き換えているだけなので、前後関係は無視されていますのでね。それでは早速フローフレームズでフレーム保管した動画と比較していきましょう。左側がフレーム保管してない動画で、右側がフレーム保管した動画ですが、どうでしょうか。フレーム保管された画像はかなり滑らかに動いているのではないでしょうか。注意点としては、この YouTube 動画自体が 25fps で作成されていますので、 32fps の動画も一部の画像が削除されています。したがって本来よりは動きの滑らかさが減っている可能性があります。確かに滑らかなような変わっていないような動画では分かりにくいですね。そうですね。アニメ系の画像は意外と分かりにくいですね。ではコマ送りにしてどのように保管がなされているかを見てみましょう。先ほども触れたようにこの YouTube 動画が 25fps ですので、フレーム保管をしていない動画は同じ画像を増やすことでフレーム数を増やしています。つまり 8fps のアニメート GIF の動画も同じ画像を約3枚続けることで 25fps になっているということですね。そうです。テレビアニメもそのように作られているようですよ。アニメは 8fps でも結構よく見えるのですね。では一コマずつ動かしていきますね。一つずつコマ送りするとはっきりわかりますが、フレーム保管していない方の画像が止まっている間もフローフレームズでフレーム保管した画像はちゃんと動いていますね。ちゃんと AI が計算して間の画像を作ってくれているのですね。これはかなり素晴らしい機能だと思います。どのように計算しているのでしょうね。手や顔の動きも次のフレームとの中間の動きがちゃんと入ってきてますね。元画像に気持ち悪い部分があると若干強調されてしまうところがありますが、このフレーム保管能力はとっても高いと思います。
これが無料で使えるのですからとてもありがたいですね。違いが分かりやすいようにもう少しリアル寄りの画像で比べてみましょうか。 A ディテイラーなしの 512×512 の画像で比較しましたので、顔が変にならないように女の子のアップの動画にしました。早速動画を見てみましょう。あー、リアル系だと明らかに違いが分かりますね。 8fps の動画は明らかにカクカクしていますね。そうですね、一目瞭然ですね。また一コマずつ動かしますよ。ほら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 、もうわかったよ。でも AI が勝手にこの間の絵を描いているなんてすごいですね。本当ですね、リアルなアニメーションを作るなら AI 補完は必須ですね。そしてもう一つ、フレーム補完といえばアニメイトジフにあらかじめ導入されているデフォラムを使った画像補完があります。そちらの使用方法と効果も今回検証してみましたので紹介していきます。この機能は少しとっつきにくいのですが、今回はいろいろ試してよくわかりました。ちょっとその前に、また動画編集中にアニメイトジフのアップデートがあったので紹介します。一つは、以前に何も設定しなくても終わりのフレームが初めのフレームに近づいてしまうということをお話ししましたが、それが解消されていました。クローズドループの項目に N、R-P、R+P、A の4種類が選択できるようになっています。それぞれの意味は、 N は絶対にクローズドループを使用しないことを意味します。ただしフレーム数がコンテキストバッチサイズよりも小さい時に有効なようです。 R-P はクローズドループになるための情報を減少させてクローズドループになりにくくします。プロンプトトラベル使用時はクローズドループになりません。 R+P もクローズドループになりにくくしますが、プロンプトトラベル使用時はクローズドループになろうとします。 A は積極的なクローズドループを目指します。 A が今までのクローズドループですね。そうですね。もう一つは、以前はフレームインターポレーションを使用すると設定した FPS にかかわらず常にスローモーションになっていたのですが、その部分が改善されました。設定方法は後ほど見ましょう。最後に、アニメイトジフで生成されたフレーム画像の1枚をピングインフォに読み込ませるとアニメイトジフ作成時の設定を見ることができるようになりました。これは同じ設定で動画を作りたい時に便利ですね。ではフレームインターポレーションの使い方を見てみましょう。まずデフォラムの拡張機能のインストールが必要ですので、使うためにはデフォラムをインストールしておいてください。デフォラムのインストールで注意してほしいのが、デフォラムでググるとデフォラムステーブルディフュージョンというページが上部に出てくるのですが、これではなくて SD Web UI デフォラムの方ですので間違えないようにしてください。 URL は概要欄に載せておきます。次にフィルムのところにチェックを入れてインタープ X の値を調節します。この値はどういう数字か最初よくわからなかったのですが、間に挿入する画像の枚数ではなくて1枚の画像を何枚に増やすかということのようですね。 8fps を 32fps にしたい場合は3ではなくて4を選べば良いということですね。そうですね、フレーム数を何倍にしたいかと考えれば良いです。注意点は fps の設定です。例えば 8fps の動画を作ってインタープ X を4にするときは結果として 32fps になりますので、アニメイトジフの FPS の設定も 32fps にしなければなりません。もし 8fps のままだと4倍長いスローモーションの動画になります。20秒の動画で 8fps の元動画を4倍に保管したい場合のアニメイトジフの設定はご覧の通りです。では先ほどと同じダンスの女の子でフレームの保管を行いましたので動画を早速見てみましょう。どうでしょうか。フレーム保管をしていない動画と比較してこちらもかなりヌルヌル動いていると思います。あー、やっぱりアニメ系の動画だと分かりにくいですね。では同じようにコマ送りで見ていきましょう。ほらほーらほらほらほら、もうわかったわかったよ。こちらの方も
もともとの動画が止まっている間もフレームとフレームの間に動きを持たせてくれていることがわかりますね。ちゃんと間の動きを入れていますね。素晴らしいですね。保管のために生成された画像はアウトプットフォルダの中のアニメイトジフフォルダの中にインタープというフォルダができていて、その中の日付のフォルダに格納されています。大量の画像が保存されるので、いらなければ消去しましょう。リアル系の画像も比較しましょう。やっぱりデフォラムで保管した方が滑らかに動いていますね。そうですね、やっぱりリアル系の画像にすると違いが分かりやすいですね。ところで最初に言っていたアリスが気づいたすごいことって何ですか？私が今回の検証しながら気づいたとても面白いことはですね、この画像の横にフローフレームズで保管した画像を並べてみましょう。やっぱりこちらもヌルヌル動いていますね。デフォラムでフレーム保管した画像と比較してどうでしょうか？違いはあるでしょうか？違いはよくわかりませんね。では今回もコマ送りで動きを比較してみましょう。そうなんですよ。フローフレームズでフレーム保管した画像とデフォラムでフレーム保管した画像がほとんど同じであることに気づくと思います。ほとんど同じというよりは全く同じと言っても良いでしょう。フローフレームズに関しては月々4ユーロぐらいを払ってパトロンになると最新バージョンが使えるということですので、そちらの方はさらに性能が良いかもしれませんが、無料で使えるバージョンに関してはアニメイトジフにもともと入っているデフォラムによるフレーム保管と同じでしたね。最初のダンスの画像でも比較してみましょうか。やっぱりこちらもデフォラムとフローフレームズの違いは分かりませんね。3つ並べると元の動画がやっぱりカクカクしていることが分かりやすいですね。こちらの画像を見比べてもほとんど同じですね。またコマ送りしてみますね。全く同じですね。動きが大きいので画像の変化が分かりやすいですが、やはりデフォラムとフローフレームズでフレーム保管されたと考えられるフレームの画像は2つともほぼ同じと言っては過言ではないでしょう。計算している AI がほとんど同じものなのでしょうね。 AI モデルが全く同じなんではないかと思わせるほどの一致ぶりですね。ではフローフレームズは不要でデフォラムだけあれば良いということですか？画像は同じですが、フローフレームズの場合は一度画像を生成してからフレーム数を2倍にしたりとか3倍にしたりとかを後から簡単に変えられますが、アニメイトジフに付属しているデフォラムの方は最初の生成時に設定を決めておかなければならず、変更したいときは最初から画像生成をしなければならないという煩雑さがあります。FFmpeg を使いこなしている人は後からフレーム数や画像速度を自由に変更できるので、多めのフレーム保管をしておいて後で削除することは可能ですが、後からフレーム保管の画像枚数を増やすことはできませんね。確かにアニメイトジフで 8fps の動画を作成して後から保管する方が簡単なような気がしますね。そうですね、両方をうまく使い分けていけると一番良いでしょうか。本日はアニメーション作成にとても重要な AI によるフレーム保管を考察しました。いろいろと面白い発見があったのではないでしょうか。本日の動画はこのあたりで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。 歩いてる